水野忠政水野忠政明治17年12月9日は、江戸時代後期の数佐鶴巻藩の、第3代の藩主、家族。忠高系水野家六代。十五位下、山城守る、生き守る、巣を守る、被膳神、四尺性質は、前田俊之の三女、元子。養子に、水野忠義、水野忠富。 第二大藩主、水野忠爪の次男として生まれる。天保十一年十二月十六日に、十五位した山城守に、ジ位。任官する。天保十三年、父の死去により、家督を継ぎ、六月十七日に、息守に専任する。華英元年に奏者番に任じられる。華英七年一月に、巣を守るに専任し、文久二年三月に、 非善神に専任する。反省では困窮者救済のために米を与えたり、学問を奨励して、藩校、お侍館を創設している。慶応四年の母親戦争では新政府に教順する。しかし四月、鶴巻藩内の市原軍、五井村で五井戦争が起こる。この不手際から明治元年十月、安房国庁京や和佐国泉、市原、羽生ながら、 山辺などの所領を上置され、代わって、和佐国市原、ボー領軍に、新たな所領を与えられた。明治2年の藩籍法官で、鶴巻藩知事に任じられる。忠政は、藩政、軍政改革を、主とした、藩政改革を行ったが、明治4年7月の廃藩置県で、藩知事を面官された。後に死者となる。明治17年12月9日に死去した。 去年61、ありがとうございます。